るいい日になるいい日になるでしょう。食べて食べて、俺知らなかったから電車の中揺られてる人を見た。勇気振り絞って席を譲ってみた。大丈夫ですと軽そうに断られた。その後決まり悪そうに一人ぶつかいた。毎日壊りきれなければとっておきの笑い話にしよう。そうさ明日はきっといい日になる。二人が乗ってきて一つ空いた席を譲り合い笑ってる。思い通りの人生じゃないとしてもそれも幸せと選ぶことはできる。まあいいかと割り切れなければとっておきの笑い話しよう。
みつきです。みつき、ありがとうございます。ミュージックブックはですね、1月の30日ぶりなので、もうかれこれ3ヶ月と少しですね、ぶりに、今日帰ってきました。皆さんお久しぶりです。イエーイ、ありがとうございます。もう、はい、一番かっこいいわ。ありがとう。もう一つ大きい声で、ありがとう。もう一つ大きい声で、いや、あの本当にですね、今日、今日のセットリスト、今日に来るまで、あの皆さんのね、あの MV とか、あの他のライブとか見せていただいたんですけども、もう本当に早く歌いたくて歌いたくて、もう仕方なかったので、今日本当にもうステージに立てて、本当にめちゃめちゃ嬉しいです。と同時にめちゃめちゃ緊張してたし、まさか被ると思わないじゃない。だって、俺、だってね、聞いてくださいって言われた瞬間に、え？聞いたけど。真反対の曲だと思って、ね、はい。というわけでですね、ちょっと告知をさせていただきます。まずです、5月の15日、ちょっと3つあるんですけども、5月の15日、この上のユニオンフィールドさんで、シンガーが集まる、ライブがあります。そちらの方出ますので、よろしければあのツイッターの方に詳細を上げておくので、よかったら、来てください。そして、5月の19日ですね、これはあのなかなか皆さん来ないと思うんですけども、東京の池袋にある、ライブハウスでですね、あのライブをさせていただける、ことになりました。多分皆さんなかなか来れないと思うんですけども、あの遠くから一緒に応援を送っていただけると、僕はあの頑張れると思いますので、よろしくお願いします。そして5月の19金曜日ですね。で、もう一つがですね、5月25日にここの、ゼノンさんでですね、あのノーストラックの新しいイベントですね、ボーカランドっていうイベントがあります。もう腕利きのアーティストたちが勢ぞろいということで、あの声ながら出させていただくことになったんですけども、あのめちゃめちゃ多分音楽、本当に音楽を楽しめるイベントだと思いますので、ぜひ来ていただいて、まあ、なかなか湧きづらいとは思うんですけども、あの音楽を楽しんでいただければなと、思います。というわけで皆さん、5月も、そしてこの後もですね、引き続きよろしくお願いします。あの水を飲んでもいいでしょうか。ダメ、いいよ。俺さっきね、かわいそうだと思って後ろに見せる。ちょっとだけでやっとく。キャップにね、いい飲みっぷり。はい、ありがとうございます。それではですね、もう多分そろそろお前の話なんて聞き飽きたよっていう方もたくさんいらっしゃると思いますので、トークショーじゃん、日高五郎じゃん。なんならもういらっしゃい。次に歌う曲はですね、僕が去年の6月に活動を、一時期ですね、お休みする前の、ライブで最後に歌わせていただいた曲で、前からあのリクエストもいただいてた曲です。あの糸という曲なんですけども、はい、今日はですね、用意してきました。そしてですね、皆さん、あの
ちょっと糸と、2曲続けてになるんですけども、最後はオリジナル曲のディクレッシェンドという曲で終わりたいと思います。今日ですね、今日から CD の物販もやっと始まりましたので、ありがとう。後でサインするからということで、ぜひですね、パフォーマンス聴いていただいて、よければお手に取ってお家でも聴いていただければなと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いします。それでは短い時間ではあったんですけども、最後の最後まで皆さん楽しんでいってください。皆さん、ラストは今日リリースのディクレッシェンドで皆さん盛り上がっていきましょう。
しみもあの時の痛みも全てがきっと僕の道を作る。あの出会いも優しい Thank you.